星野源さんが自身のラジオ番組星野源のオールナイトニッポンで新垣結衣さんとの家庭での逸話を明かしました。結衣さんがすごいファンだというアルバムを夫婦で聴いているそうで、そのアルバムは藤井隆がファミリーレストランロイヤルホストとコラボレーションしたアルバム、ミュージックレストランロイヤルホスト。手にした結衣さんはわーいと喜んでいたそうです。食事をしながら聴いていて夫婦でノリノリになってしまったことを告白。その後、今日は食器洗いを結衣さんがやってくれたんですけど、その横で俺がすごい爆踊りして食器洗いを応援するっていう星野源さんののろけ話に、何でも実況いたはどんな反応を。ちょっと怖いような気もしますが、どっちのファンも得しない話。どんな変態ブレーしてんかね。踊ってないでお前も洗えや。先に言われた。これ今日はって言ってるから星野源が洗う時もあるでしょ。二人で洗うなんて邪魔くさいしやりづらいし。食洗機ぐらいかいや。食洗機の洗い上がりに納得いかなくて、結局手洗いに戻る人は一定数いるらしい。源お前も洗え。会話ないとテレビつけるようになる。二人きりの時は一生そしゃげしてるぞ、お互いに。悔しいわ。この情報は誰も喜ばない気がするんだけど。なんで星野源片方からしか話が出ないのか。新垣は SNS もないしラジオもないから発信しようがない。結衣はわしが育てた。悔しい悔しい悔しい。このスレの相違が、なぜかこの夫婦は全然羨ましくないんだよな。ここまでの負け惜しみあるんか。涙を拭いて。あー、全て妄想だったらホラー展開。もう手とか繋いだのかな。その後めちゃくちゃみなごう。ちょっと横になるわ。ただでダンス見られるガッキーが羨ましい。仲良さそうで何より。星野源が新垣結衣と結婚したんだから、星野源よりはイケメンの俺が吉岡里帆と結婚できる可能性も出てきたということだな。ガッキーは実在しない。星野の妄想だよ。お前らの気持ちとは裏腹にうまくいってて草。普通に羨ましい。ガッキーとご飯食べてバカみたいに踊ってる横でニコニコしてくれてんだろうな。ガッキー早く目を覚ましてくれ。偽装だな。羨ましくなんかない、羨ましくなんかない。ツイッターで結衣さん芸人呼ばわりされてるな。その横で爆踊りして応援するこういうところだぞ星野源。本当に寒いからやめとけ。うちは全部愛が上がってるのにのんきやな。俺も嫁の横で踊ったら包丁握られたわ。何が違うんやろ。新垣結衣さんは結婚以来あまり公の場に姿を見せません。そんなこともあってショックも少し薄らいできたガッキーファンに、こんなエピソードを放り込んでくる星野源さん、鬼ですね。